今回のサノテレはご覧の内容でお送りします。9月2日土曜午後2時から第46回泉佐野郷土芸能の集い&全国物産フェアが開催されました。会場は泉佐野市立凛空野外文化音楽堂と凛空アイスパーク芝生広場です。さあ、まずは全国の特産品が集まる全国物産フェアのブースをいくつか取材したいと思います。さあ、こちらは富山県の物産ブースなんですが、すいません、こちら何て読むんでしょうか。富山県射水市です。射水って読むんですね、はい、おすすめはどれがありますか。今日はマス好き滋賀と一押しでして、今やの本当にマス、桜マスで作ったマス寿司っていうのが珍しいみたいで、こちら本物のマスで作られてます。そうなんですね、はい、もう射水はもう桜マスが有名なんですね。そうですね、はい。でそして他には香水なし、はい、うん、甘っ。ありがとうございます。なんかすごくシャクシャクしてて美味しいんですけど、こう噛めば噛むほど旨味というか甘みがすごいギュッてギュッというかジュワーっていっぱい広がる感じで。そうですよね、とても甘い梨です。こんにちは。こちらのブースではどういったものを取り扱ってるんでしょうか。こちらのブースではですね、三重県の亀山市の特産品を、亀山ブランドとして市で独自で認定しておる商品をこちらにずらっと並べておるんですが、和菓子を中心にお茶であったりとか、その他木材であったり、いろんな商品を取り揃えております。こちらギルドデザインさん のジュラルミンの名刺入れとなっておりまして、バイク の部材であるジュラルミンの無垢材を使用した名刺入れとなっておりますので、一生もの の名刺入れとなっております。でまたデザインもすごい可愛らしいですね。そうですね、いろんなデザインも使っておりますし、ガンダムとかエヴァンゲリオンのデザイン等もありますので、そちらもネットの方でも販売しておりますので、またぜひよければそちらも見ていただければと思います。石川県加賀市さんのブースにやってきました、はい、こんにちは。石川県の加賀市から参りました、よろしくお願いします。こちらではどういったものとは、はい、加賀百万石あんころ餅です。なるほど、あんこの中にお餅が、はい、お餅の側外側にあんころがある、で商品です。9個入ってます。あ、結構じゃあ小ぶりなんですね。そうです、小ぶりです。はい、とっても美味しそうですね、はい、大変美味しいです。あとね、私どもとか温泉、片山津温泉、山下川温泉、山城温泉と3つの温泉がございますので、ぜひまたお越しください。はい、はい、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。さあ、こちらではご当地クラフトビールのブースがたくさん並んでいるんですけれども、今日は泉佐野市のクラフトビールを2つご紹介したいと思います。まず1つはこちら、泉佐野ブルーイングさんです。よろしくお願いします。お願いします。こちらたくさんいろんな種類あるんですけれども、はいはい、何種類ぐらいあるんですか全部で。今常時作っているのが6種類と、あと季節ごとではフルーツ使ったものが2種類ありますので。フルーツビールっていうのがあるんですか。はい、はい、今桃と八朔があります。さあ、ということで新四にビールをいただいたんですが、こちらはどういったビールなんでしょうか。こちら八朔ビールと言いまして、紀の川市さんの八朔を切ってもう生のまま漬け込んでるんで、とてもフルーティーな感じに仕上がってます。あ、美味しい。後から八朔が追いかけてくる感じの。そうですね、はい、なんかめちゃくちゃ飲みやすいです、はい、これ多分ビール苦手な方でも全然いけちゃ う、はい、もちろん麦の香りもしっかりするんですけども、はい、フルーツの香りがやっぱりしっかりと上がってくるっていうか、美味しいです。さあ、続いて2軒目はロンスターさんです。こちらはどういった特徴のビールなんですか。これはですね、泉佐野 のロンスターのガーデン、泉佐野ガーデンですね、ホップを植えまして、それを育てて、で泉佐野産ホップを 100% 使用したビールっていう形で提供させてもらってます。なるほど、はい、地ビールでもあり、はい、クラフトビールでもある、はい、すごい、もう地産地消ですね。ザーはい。あ、すごいホップの香りが鼻をふって抜ける感じで、めちゃくちゃ飲みやすくて美味しいです。
やっぱりねクラフトビールってなかなかちょっと抵抗があったりとかすると思うので、やっぱ自分に合ったスタイルのものを見つけてもらうっていうのが一番おすすめなので、これに限らずいろんなものに挑戦してもらって自分の合ったスタイルのものを見つけてもらえたら私たちは嬉しいかなと思います。さあ間もなく時刻は18時、いよいよ今から郷土芸能の集いが始まります。先ほどから和太鼓さんやバトンチームさん、そして鳴子よさこい鳴子踊りの方々に非常に盛り上げていただきましたけれども、これからは泉佐野市の伝統芸能が披露されます。多くの方々と一緒に大きな輪となって伝統芸能を下に知りたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。大勢の方が集い、そして踊る。以前保存会の方の指導で踊りの練習も取材させていただきましたが、46年の歴史を持つこの郷土芸能の集いもぜひ今後50年、100年と受け継がれていってほしいと思いました。つながりと重なりが織りなす外観パターン、このシームレスでどこまでも続いていく、どこまでも発展していくデザインが特徴的なホテルが9月1日金曜、南海泉佐野駅前にグランドオープン。名称はレフ関空泉佐野 by ベッセルホテルズ。8月29日に行われたオープニングセレモニーを取材しました。要は泉佐野市には関西空港がある市はないんです、そういう都市でもありますけども、もっといろんなことありますよね。泉州タオルがありますよねとか、犬鳴き屋もありますよねとか、そして北小路寺で酒蔵さんもありますよね。こういう素晴らしいものが泉佐野市ありますので、関西空港に来るから泊まりたいではなくて、泉佐野市に泊まりたいから泊まりたいと、そういうホテルにしたいと、思って、今後泉州タオルさんや北小路寺様や犬鳴き山や、地域の玉王さんとか今後コラボして泉佐野市を楽しめる、ホテルにしていきたいと思っております。南海本線泉佐野駅の駅前広場としての空間と機能を確保しつつ、高さ7メートルを超える上部空間を活用する立体利用方式で建設されたこのホテル、もともとは泉佐野市が市内で一等地の泉佐野駅前の空間を使わないのはもったいないという発想からホテル誘致に乗り出したことが始まりでした。長引くコロナ禍を乗り越えてようやく、グランドオープンという運びとなりましたけれども、まずは今の率直なお気持ちを聞かせていただけますか。はい、グランドオープンを迎えることができてまずは安心をしております。これもひとえにこれまで開業準備に多くの方に助けていただきまして、皆様のおかげだと感謝しております。泉佐野駅前のこの立地をどのように今後生かしていきたいでしょうか。はい、やはり駅前立地ということでお客様の集まりやすい場所を目指しております。今後増えてくるであろう海外からのお客様、そして国内からのお客様、そしてそちらだけではなく地元の多くの方にご利用いただきたいと思っております。ホテルの大浴場の利用、朝食ブッフェの利用、カフェの利用、あとはこの館内地元の方と連携していろんなイベントを開催して皆様の集まりやすい場所、そういったホテルを目指してまいります。では先ほども館内ツアーがありましたけれども、はい、どのような感想をお持ちでしょうか。このホテルで、いろいろ上の方から見させていただいたら、これまでに見たことないような泉佐野市のこう景色を見ることができたんで、とてもこう興味深くですね、感動しながら景色を眺めていました。
泉佐野駅前に新たなランドマークが誕生ということになりますけれども、市長としては今後どのようなことに期待されたいでしょうか。今、アフターコロナで、非常にこう多くの海外の方々も戻ってきてますので、この泉佐野市の新しいランドマークとなるこのベッセルホテルズさんのここでですね、多くの方々にお泊まりいただいて、泉佐野市をですね、よりこう活性化につなげていただきたいなというふうに思ってます。居心地の良さと落ち着きのひとときを提供してくれるデフ関空泉佐野 by ベッセルホテルズ。外国人観光客が再び増えつつありますが、新たなホテルの開業で泉佐野駅周辺の活性化も期待されます。9月1日大阪880万人訓練に連動した町内防災訓練が実施されました。この訓練は大規模災害が発生した場合、職員が一丸となり災害対応が円滑に実施できることを目的に毎年行われています。ただいまから南海トラフを震源とする震度7の地震が発生した想定で町内防災訓練を開始します。震度7の地震発生を知らせる町内放送を受け、災害対策本部訓練が開始されました。各地でさまざまな被害が出ておりますので、機動班、手が空いてる人がいたらですね、順次、市内の方に出て被害の状況の確認をするように、お願いいたします。また実際の災害対応業務を行うのは町内の各担当部署となるため、罹災証明の発行など発災後の被災者支援等の対応も含めた業務訓練も行われました。さて伊藤さん、毎年少しずつ変化を加えながらの町内防災訓練なんですが、今年はどういった点に重点を置いての訓練だったんでしょうか。はい、今年は災害対策本部室内の訓練にとどまらず、本部で決定した指示等を各課に伝達し、各課でも訓練を行います。その際、例えばですが罹災証明の発行の手続きの訓練等を行っております。訓練中にもトランシーバーでやり取りをされている場面が多々あったんですけれども、そういうのはどういった訓練だったんですか。はい、今回の想定は発災後2時間ということで、市内の被害状況、津波状況がわからないまま、無線機等を使って職員による積極的な情報収集を行うということを重点に置きました。ちなみに今回の訓練はどういった震災というか災害を想定しての訓練だったんでしょうか。はい、南海トラフ地震、津波が地震発災後約1時間20分後に本市に到達するということです。詳しくは震度7という想定であります。ところで先日防災士フォローアップ研修も取材させていただいたんですけれども、地域の方々の防災技術や意識の向上を図られていて、やっぱりいざ災害が起こった際、そういった方々の力っていうのは大きくなるんでしょうね。はい、今回は南海トラフ地震という想定で、被害がかなり甚大に市内を及ぼすという想定でありましたが、我々市役所や防災関係機関のいわゆる公助というところでは限りがありますので、自助、共助の面でいうと、地域の防災リーダーでもある防災士の皆さんの存在や活躍が非常に、頼もしいと思っております。そういうより地域の方々が参加できる防災訓練というのも近々あるんですよね。はい、今年11月5日に泉佐野市大防災訓練を実施します。その訓練においては、朝9時に、サイレンが鳴ります。シェイクアウト訓練から始まり、安否確認タオルの掲出、市民の皆さん自ら泉佐野市総合防災ハザードマップを持っていただき、それぞれ災害の危険度を確認してもらい、それぞれの地域の、企画された訓練等に参加してもらいます。いつ災害が起こるか分かりませんので、積極的に市民の皆さんにはこういった機会を捉えて、訓練に参加してもらいたいと思っております。わかりました。伊藤さん、今日はありがとうございました。佐野テレ。9月2日土曜、イコラモール泉佐野の2階イコラの森ホールにて健康フェスタが開催されました。さあ、今日は体験や展示、そして講座もあるということで、会場内にはさまざまなブースが設置されています。
まずは骨密度測定。簡単な測定で即時結果もわかるということで、私も体験させていただきました。かかとを合わせて、はいはいはい、楽にしててください、はい、ちょっと挟みますからヒヤッとしますよ。これだけで出るのすごいですね。はい、ありがとうございます。では隣に移動します。今のあなたの位置を文章化したのがここなんです。はい、で3つ目、同性同年齢の人に対して、まあ 95% です。だから気持ちあのしたかなって。なるほど。ちょっと弱いみたいです骨。さあということでご覧ください。あの見事に平均値以下になっております。いかんせんこの食事、適度な運動、日光浴っていうのをどれもなんかちょっとおろそかにしてたので、ここ数年それがあの如実に出た結果だなと思って、ちょっとこれを見て反省しました。こうやって骨密度あの調べることってなかなか機会ないので、皆さんもぜひ一度機会があれば測ってみてはいかがでしょうか。ちょっと私はこれからしばらく毎日牛乳飲みます。続いてこちらは展示コーナーです。もうパッと見て食事に関することこちらは展示されてるんですけども、中でも私が一番気になったのはこちら、加工食品に多いリンの取りすぎに注意ということで、あのさっきねあの骨密度の検査した時にカルシウム全然ちょっと平均値よりも下だったので、で思い浮かべたら私最近加工食品いっぱい食べちゃってるんですよ。やっぱり手軽なので食べがちなんですけど、いやこれ食べると骨とかするらしいので、ちょっと次からは減らすようにしたいなっていうのと、やっぱりあのこの展示を見る限り野菜がいかに大事かっていうか、緑黄色野菜をいかに取らなきゃいけないかっていうのをすごく身に染みる展示だなと思いました。さあこちらは縁日コーナーです。食に関する内容がメインになってまして、お子さんたちも楽しく学ぶことができます。すごいご飯好きやねんな。ご飯ね、まあ、ね、お野菜ももうちょっとあった方がいいかな。お野菜、また当日はがん検診も行われていました。さあ今からは健康運動指導士の野村千恵先生による体若返り運動講座が行われます。私も参加してきます。まず指先ドンと叩いてください。で肩の力ドンと抜いて腕垂らして、これ指先の刺激、脳刺激です。ドンドンドンと左手から、はい、今日の講座を受けて印象に残ったこととかはありますか？あ、私もなんていうか、あんまり硬いっていうあれはないからちょっと動けるんやけど、そんなんでいいんやなって思ったんですよ。日頃、まあ、あのこう勝手にやってることが、まあ、それでいけてるんやなっていうのがありました。はい、先生お疲れ様でした。ありがとうございました。以前先生の講座を受けさせていただいた時、はい、あのやっぱりどっちかというと筋トレが結構多かったんですけど、あの前回と違って今回は体の使い方っていうことを集中してお話しさせていただきました。普段使い切れてないところ、せっかくある体を、ね、全部使えてないのでしっかり使いましょうというところの方から、そんな話をさせていただきましたの で、はい、で体使えるとやっぱり筋肉も、ね、しっかり動き出すので、そういった効果かと思いますね。はい、なるほど。あの久しぶりなんかちゃんと運動した感じがすごくしたんですけれども、そうですか、思ってるよりも使ってない筋肉多いなと思って、そうですね、驚きました。そうですね、もう普段ねサボってる筋肉の方が多いんです。で頑張ってる方が多くって、その頑張ってるとこばっかりじゃなくって、頑張らない方もしっかり使いましょうということでね、そうすると体もまた変わってくると思いますのでね、はあ、意識していただけたらと思います。自分の体、そして健康について多くのことを気づかせてくれた健康フェスタ。自らの健康意識を見つめ直し、普段から実践することの大切さを学ばせていただきました。泉佐野市健康推進課では、今回の健康フェスタ以外にも健康にまつわる催しを年に数回開催していますので、広報泉佐野などを参考にぜひご参加いただきたいと思います。佐野テレ、すべての市民が健康な街泉佐野を目指すと謳われた泉佐野市健康都市宣言。
このコーナーではリンク総合医療センターを舞台に様々な病気とその予防策を中心にご紹介していきます。さあ今回は土井先生に肺がんについてお話しいただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ先生、まずこの肺がん予防するにはどうしたらいいんでしょうか。はい、いろいろ患者さんからは言われるんですが、何より予防というよりも検査をまず受けてほしい、受けてない方が結構いらっしゃいますので、レントゲンとか、人間ドックいった CT とか取れるんですけど、検診をまず受けてほしいというのがあります。でもう一つはやっぱりタバコを吸っている方はタバコをやめてほしい、これは口で言うのは簡単なんですけど、皆さんご存知なんですが、ちょっとそれはちょっと考えてほしいです。そして次のスライドには肺がんの各種ステージについて書かれているんですが、こちらは。これはですね、やっぱり僕らは肺がんっていうのを見つけて、それで単純に大きく分けて3つの治療があるんですが、手術、放射線、化学療法と、どのように選んでいるかっていうと、まずステージっていうものを決めてるんですね。でそのために CT を取ったりとか、MR を取ったりとか、ペットの検査をしたりしてます。だからちょっと検査は多いんですが、まずそれで肺がんが見つかった場合は肺がんの進行度のことですよね。どの程度進行しているか、0、1、2、3、4とあるんですが、それをまず決めて、でそのステージに準じて治療が、その対応する治療があります。で僕は呼吸器外科なんですけど、手術に関してはスライドにあるように0期から大体3期の初めあたりまでが手術の適用になります。であと放射線と化学療法があります。で化学療法はどちらかというと、がんが進行している状態、いろんな臓器に転移しているとか、そういう方に対して適用になります。だからまずステージを決めて、それに準じた治療を行っているというところになります。次の表を見ていただきますと、こちらは当院に紹介された4月から6月までの患者さんになりますが、これを見ていただきますと、がんというのは見つかった時点で必ずしも手術ができるとか、そういうわけではないんです。手術になった方は、9名患者さんはいらっしゃるんですが、そのうち3名だけで、他は化学療法とか BSC というのはもう治療ができないほど体の状態が悪くなっているような方です。だから見つかった時点で大体半分ぐらいの人が治療できる、手術ができると言いますが、残る方はちょっと手術ができないような方もいますし、でこの地域ではやはりちょっと検診を受けてない方が多いせいもあるとは思うんですが、見つかった時点でかなり進行している人がちょっと割合としては多いと思います。なるほど。やはりこういった表を見ると、タバコを吸っている人の方が肺がんにかかっている傾向だと思うんですけれども、逆に吸ってない方と比べてかかるリスクっていうのはどれぐらい違うんでしょうか。リスクとしては一般的に言われている4倍と言われてます。タバコを吸ってますと、やはりその分肺がんが発生する確率が非常に高くなります。でタバコをやめたらそれでがんにならないかっていうと、そういうわけではなくって、やはりそれでもタバコを吸ってた影響が残ってますので、4倍よりかはどんどん下がっていきます。時間経過とともに下がっていくんですが、それでもやっぱりがんになりうる素因を持ったことになりますので、検診は必ず受けてほしいというのはあります。それだったらタバコをやめる意味がないんじゃないかって言われるかもしれないんですが、タバコはそれだけじゃなくって、周りの方にも迷惑かけますし、あとお金もかかりますし、そういう意味でタバコはやめてほしいとは思います。次の写真を見てもらいましょうか。これは右肺を手術の時に胸腔鏡っていうカメラで見た写真なんですが、やっぱりタバコ吸ってると肺が真っ黒になるよっていうのは、もうこれを見たら分かる通り、肺にやはり炭粉っていって、炭の粉ですね、それが沈着してこのように肺が黒くなって、それが原因となって肺がんになるという部分があります。なるほど。また冒頭にお話があったように、とりあえず肺がんのリスクかかってないかっていうのは検査をとにかく受けてほしいっていうふうにおっしゃってたんですけれども、いざ実際に検査して肺がんになってたらっていうか、肺がんだったらどうしようっていうので怖くてなかなか行けないっていう方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。おっしゃる通りで、やっぱり怖くて病院に行けなかったっていう方は多いですし、確かに僕自身もそういう立場になったら非常に怖い気持ちになるとは思います。
その反面医学というものは非常に発展してまして、以前はこの肺の手術というのは結核の病気の患者さんから始まったんです。その頃に比べたら今現在はいろんな機器が発達したりとか、あと結核の患者さんというのは癒着が胸の中で起こってますので、どうしても大きく傷を作らざるを得なかったんですが、この絵を見ても分かるようにカメラを入れる傷1個と、あと道具を入れる小さなだいたい3センチぐらいの傷が背中側と胸側に1個ずつ作って手術をやってます。この手術をやったからって別に手術の精度が落ちるというわけではないです。同等だと考えてます。でまたこの傷が小さいと何がいいのかって言いますと、やっぱり見た目の問題もあるかもしれないんですが、それ以上にやっぱり傷の痛みがずっと少ないんですね。胸っていうのは肋間神経がある場所なので、そこで傷を作りますとやっぱり傷が後々神経痛を起こします。だから小さい傷でやりますと痛みが少ないですし、何より回復が早いので、その分社会復帰が早くなります。ちなみにこの肺がんって進行するまでそこまで症状って出ないものなんでしょうか？なかなか出ないですね。今言ったように肺の中にがんがあったら皆さん痛いとか咳が出るとか、もちろんそういう方もいらっしゃるのはいらっしゃるんですが、かなり大きくならないと症状は出ないですし、で症状出た時点では例えば胸に水が溜まってて息がしんどくなるとか、転移しててその場所が痛い、骨に転移して痛いとか、あと食欲が低下してでガリガリになって病院に来るとか、そういうことになってから症状が出ますので、そういう意味合いでもやはり検診とかそういうのでレントゲンを取ったりしてチェックはしてほしいです。わかりました。土井先生、今日はありがとうございました。ありがとうございました。サノテレインフォメーション。住宅用火災警報器、皆さんは取り付けていますか？定期的に点検していますか？10年経ったら取り替えていますか？住宅火災による死者の大部分は逃げ遅れが原因です。住宅用火災警報器は火災をいち早く知らせてくれて、あなたの命を守ってくれます。いざという時に正常に作動するように定期的な点検が必要です。また製造年から10年を経過している場合は本体を取り替えることをお勧めします。点検方法は本体の点検ボタンを押す、点検紐を引く、警報音が鳴れば正常に作動しています。ならない場合は電池切れか本体が故障している可能性があります。詳しくは泉州南広域消防本部警防部予防課へお問い合わせください。平成31年4月1日以降に運転免許証を自主返納した泉佐野市に住所を有する自主返納時70歳以上の高齢者100人にサノポ10万ポイントを申請します。なお100人を超えた場合は抽選となります。申請には運転免許証自主返納時に交付される申請による運転免許の取り消し通知書の写しおよび生年月日の確認できる身分証明書の写しが必要となります。自主返納手続きは最寄りの警察署もしくは光明池運転免許試験場で手続きができます。申請方法は郵送受付のみを予定しています。申請期間など詳しくは広報泉佐野10月号をご覧ください。税務職員を装い個人情報を聞き出そうとする電話や振り込め詐欺が全国で多発しています。税務職員が市税の還付金の受け取りのため銀行やコンビニエンスストアなどの ATM 現金自動預け払い機の操作をお願いしたり口座の暗証番号を伺うことはありません。泉佐野市での還付金の受け取り方法は基本的に口座振込です。不審に感じた場合は即答せず相手の所属、氏名、および電話番号を確認の上一度電話を切り税務課まで問い合わせてください。詳しくは税務課へお問い合わせください。それでは次回もサノテレでお会いしましょう。さようなら。